横手市雄物川町。造山地区にあるのが唐笠杉です。伸びた枝が四方八方に垂れ下がり、傘のような形となった珍しい杉。かつて雄物川がこの近くを流れていた時代、この杉に船をつないでおいたと言われています。近くには整備された水場、清らかな水が静かに湧いています。昔から涼しさを求め、人々の憩いの場となってきた巨木と水。神秘の鼓動が今あなたのそばに。